今現代においての最も効果的な見込み客名簿、結論 LINE@というと、この LINE@経済効果って皆さんどれくらいかしてますか？でこの LINE を使わずしてスモールビジネスをやってる僕らっていうのはですね、勝つことはもうできないと言っても過言ではないと思います。フリーランス必見、年商1000万円を達成するための LINE@ 集客術3つのステップというテーマで今回はねお届けをしていきます。こんにちは、株式会社 SYK 代表の北野です。今回はですね、今フリーランスはコーチ、コンサル、セラピストだったりとか、コンテンツ販売とか店舗ビジネスをしているけれども、なかなかね、LINE@ から来店につながらないであったりとか、セッションになかなかお申し込みが入らないとか、商品がなかなか売れない、そもそも LINE@ お友達が集まらないとかで、なかなかね売り上げが上がらずに安定しないっていうね、悩みを抱えて結構多いんじゃないかなと思います。今回はですね、LINE@ でね、弊社も月賞で3000万以上という売り上げを実際に今上げている、その LINE@ を使ったどういう風なステップで LINE を正しく使うことで売り上げを最大化させることができるのかと、いう話をさせていただきますので、ぜひね楽しみに最後まで見ていただけたらというふうに思います。で今回のですね、テーマっていうのがですね、こちらのトピックに、出てると思うんですけども、まずですね、そもそも、集客をするためにはまず一番やらなければいけないこの最優先事項っていうのがあるんですね。でこの最優先事項っていうのが何かっていうとですね、いわゆるリストビルディングなんですよ。これねどういうことかっていうと、簡単です。もう見込みのお客様、もう自分の商品を買ってくれる可能性のあるお客様を、どれだけ大量に集めることができるのかっていうことなんですね。もちろん自分の商品に興味があるお客様の連絡先リスト、これをいかに集めることができるのか、これがあなたの売上だったりとか月商年商っていうのも全て決めてしまうということになるわけですね。例えば江戸時代のね商売人っていうのは、家が火事になった時に右手にねお子さんを抱きかかえて、でもう片手しか空いてないってなった時に、目の前にねもうタンス預金の1000万円と顧客名簿台帳もどっちかしか持って逃げられないという状況だった時っていうのは、もう1000万円の現金を捨ててでもその顧客名簿台帳だけ持って逃げた、いわゆる当時のいう顧客リストですよね。この見込み客リストっていうのは、いわゆる無限にその売り上げを上げるお金を生み出してくれる、それぐらい価値のあるものであったということです。でこれは今の時代も変わらずなんですけども、じゃあ今この動画を撮ってるのはね2020年の11月なわけですけども、今現代においての最も効果的な見込み客名簿、これは何なのかっていうと、これは結論 LINE@ ということになります。メルマガじゃダメなんですかとかね、いう質問結構いただくわけなんですけども、そもそもね考えてみてください。メールマガジン、今ね開封率どうですかと、5% からよくて 10% ぐらいですよね。これって100人読者の人、見込み客リストの人がいても5人から10人にしかね、あなたの一生懸命書いたメールマガジンって届いてないわけなんですね。でさらに言うと、送ったとしてもゴミ箱行きだったりとかスパム扱いとかでなかなかメール届かなかったりってことがあります。一方 LINE@、これねビジネス版の LINE といって、見込みのお客様にですね、LINE を使って一斉にメッセージを送れる、メルマガの LINE 版みたいなイメージですね。でこの LINE@っていうのはもう送ったらブロックされない限り 100% 届くわけですよ。でさらにお客様の、LINE ね、皆さんもいつも LINE で、ご家族とかお友達とかと、やり取りしてると思うんですけども、大体届いたら、既読つけるじゃないですかっていう感覚で開封してもらいやすいわけですよね。お客様にダイレクトにやっぱアプローチをしやすいし、さらにこの LINE@ というのはお客様のいわゆるパーソナルスペースに入り込みやすいというですね、非常に優れたコミュニケーションツールなわけですよ。でこの LINE を使わずして、いわゆるスモールビジネスをやってる僕らっていうのはですね、勝つことはもうできないと言っても過言ではないと思います。このLINE@ なんですけども、1人当たりのですね、LINE@ に登録していただいたお友達当たりのですね、経済効果って皆さんどれくらいかしてますか？これはですね、業種であったりとか販売されている単価によっても異なるんですけど、例えばコーチコンサル型のね対人支援型のビジネスで、クライアントを最終的に獲得して売り上げを上げていきたいっていうビジネスの場合とかだと、大体LINE@1人当たり1人入ってきたら1万円から2万円ぐらいの売り上げが上がる見込みがある、それぐらいですね経済効果の高いことですね。いわゆる LINE@、100リストあれば売り上げは50万から100万以上という売り上げをすることっていうのも十分可能です。ちなみにうちはね創業2期目で今3億っていう規模っていうところまで成長してますけども、大体じゃあ LINE@ のねお友達数でいうと、大体うちグループ合計3万リストから4万リストぐらい持ってるわけなので、100リストあれば100万円、3万リストあるから3億円っていう、ちょうどこういう流れにうちもなってきているわけなんですね。ではじゃあ具体的に LINE@どういうふうにしてお友達を集めていって、そこからどういうふうにしてじゃあ販売とか来店つなげていけばいいのってことなんですけども、ここでですね、3つポイントがあります。でまず1個目なんですけども、これがいわゆる各種の SNS からまずは自分自身の情報を発信していく。で最終的に LINE アットに入ってきてもらうという流れになります。なので今皆さんがインスタグラムとかFacebook とか Twitter とか、中にはねちょっと広告もゆくがやっていきたいなとか、広告がちょっとハードル高いという方もですね、なんかアメブロやってたりとか、ブログやってたりとかっていう多いと思うんですけども、そこからもうブログからも LINE です。もう YouTube からも LINE アット、インスタからも LINE アット、Twitter からも LINE アットっていうように全てを LINE アットに集約させていくことによって、インスタであなたのことを知った、もっと知りたいから LINE に登録してくれる、 Facebook であなたのことを知った、もっと知りたいから LINE 登録してもらうっていう流れを作ることができますと。さらに面白いのがですね、この LINE アットで登録してくれた段階からがスタートになります。どういうことかっていうと、LINE アットにね登録してくれたお客さんっていうのはまだあなたの商品を別に買おうっていうとこまで来てないわけなんですね。買おうとは来てない。だけどもその LINE アットに登録してから2週間から3週間ぐらいのリードタイムの中で、あ、やっぱ今すぐあなたの商品買いたいですとか、ちょっとあなたのお店で施術受けたいです、エステ受けたいですとかっていうような、いわゆるそのうち客だったお客さんをもう今すぐ買いたいというお客様にまでですね、2週間から3週間、もしくは1ヶ月程度で成長させてあげることができると。これが LINE アットを使った威力なわけですよね。実際にですね、じゃあ LINE アットで大事になってくるのはですね、ポイントなんですけども、いわゆる独自のコミュニケーション手法っていうのを使っています。我々でね、うちの場合もね結構そういうテンプレートとかがあったりするんですけども、LINE アットでね、実際に自分自身の魅力であったりとか、他者との違いだったりとか、自分の思いとか、こういった内容っていうのを、具体的にどういうふうに配信していけばいいのかっていうのを全て流れがあるんですけども、配信していく。そしてそこからもういわゆるワントゥーワンマーケティングですね。もう1対1のコミュニケーション持ってきて、そこからもう個別相談であったりとか、もう LINE アットからのオンラインセールスへの誘導であったりとか、もう来店、そこで売り上げが上がるような仕組みが成り立つと、いうことになります。流れとしてはね、3つのステップ、まず復習になりますけども、1個目は SNS からまず LINE アットにお友達を集めていくと、これが皆さんの場合ファーストで、2つ目は LINE アットで、配信ですよね、独自のコミュニケーション手法を実践していきます。3つ目で、この LINE アットから最終的なセールスの部分、無料相談と、これ別に電話相談でもいいんですけども、オンラインセールスであったりとか、セミナーであったりとか、店舗実店舗している人だったら来店、通販してる人だったら物販につなげていくと。この3ステップをですね守っていただければ、しっかりと年収1000万ぐらいのねレベル感であれば、誰でも達成できるんじゃないかなというふうに思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもね勉強になっているという方は、ぜひ高評価ボタンとですねチャンネル登録もぜひねしていただきたい、嬉しいなと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。